オートレーサーの森克幸50、イコール川口、25期イコールは22日、静岡県浜松オートレース場で開催中の G2 第2回浜松記念引間の賞。4日目、第7レース、一般戦に出走。8車立ての大外8枠から発進して最高峰からの追い展開になったが、気温が上がって熱した走路を完全耐久して、7車を鮮やかにさばき一着ゴールを決めた。 今シリーズ初勝利を内容濃いレースで飾った。準決勝戦進出は叶わず、一般戦周りとなったが、力強い足色でライバルたちをねじ伏せた、うん、良かったね。このエンジンなら準決に行けたなあ、苦笑い。スタートは全然ダメだったけれど、タイヤが滑らなかったし、コーナーがすごく乗りやすかったよ。セットをやって、そういう仕上がりにしたかったんだ。そこはうまくいきましたね。 ナイスランを決めて、ロッカーで気分よく着替えをしていると、先輩のベップ敬語が祝福にやってきて、すげえじゃん。サイ用モハンデから追い上げて勝つなんて、本当に素晴らしい。そう記事に書いてあげてよと声をかけられると、森は最高のスマイルを浮かべて、ありがとうございます。でも、ペップ先輩のツッコミには勝てませんよと頭を下げていた。 最終日、23日は雨の予報がアナウンスされているが、雨の浜松も乗ってみたい気はするね。データも取れるし、勝てたから賞金でシリンダーを買っちゃおうかなあと最後まで前を、未来を見据えていた。頑張って、踏ん張って、働きまくって今年8勝目、通算708勝をその手に掴んだ。また次の1勝を獲得すべく、森は攻撃の手を緩めない。おめでとうございました。